高橋大輔です。本日の試合、ジャイアンツ対タイガース伝統の一戦、今シーズンの第19回戦、この後午後6時プレーボール予定となっております。プレーボールまで約1時間となりました。私は現在東京ドーム場内正面です。22ゲートに来ております。22ゲートには昨年からこのように大画面の3面サイレージが挑戦します。ジェリーセリーなおきため勝利に最も貢献した選手に贈られるジェラセリーグアワード。シーズン終了後には年間大賞を発表。7番のショート、1番に。